はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。はい、本日は3月20日水曜日、祝日ですね。春分の日ですかね、確か祝日です。今日はお仕事お休みです。ただいまの時刻午前5時50分過ぎたところです。皆さんおはようございます。いつものね、毎朝のルーティーンで、いつも仕事だと出勤途中にコンビニで、安い商品買いに行ってますけれども、今日は、毎朝のルーティンは、今朝の朝食に切り替えて、こちらの、買ってきた商品を、朝食にしたいと思います。まずはね、こちらですね、昨日ね、毎朝のルーティンで一番最初に行っているコンビニエルの方で買ってきたとろろですね。これね、半額。これね、2パックになったんですよ。こういう、ちゃんとね、とろろ味付けね。で、これも昨日コンビニエルで買ってきた、ね、南高麺ニンニク。うん、こんな、これもね、パックに半額です。で、これは、昨日かな。うん。これはドラッグストア T の方でね、これ半額でした。自分の好きなの。あとは通常のね、コンビニ7とかで売ってる栄養ドリンク普通のね、値段ね、これね。これもコンビニ7かな。最近こちらの天然水の、こちらのタイプをずっと飲んでますね。で、レンジでチンするご飯を先ほど温めきました。こちらはね、まあ今朝の朝食メニューになります。はい、こちらにね、紙皿に、ご飯を開けて、その上に味付けとろろを2パック分を入れました。こんな感じね。とろろ食うの初めてだね。久しぶりだね。で、これは先ほどのね、南高梅味のニンニクです。もう匂いはニンニクですね。まずはね、健康的にこちらの赤いのを飲んじゃいますね。じゃあ、いただきまーす。はい、飲み終えてね、こちらね、ラベルを剥がしました。証拠ね、飲みました。じゃあね、健康食としてね、まあ朝食、こちらのとろろご飯をちょっといただいていますね。ご飯がね、レンジにチンしたってね、硬いんだよね。こういうご飯ってさ、国産の長芋って書いてあったね。とろろは久しぶりだな。本当はね、マグロの刺身をさ、その上にとろろかけてさ、ね、食べてみたいけどね、ちょっと今日は普通にとろろがいただきます。よいしょ。ちょっと味が薄いかな。醤油的なもの、なんか鰹節的なの入ってんの、なんか鰹節的なみたいな感じがするんだけど、ちょっと薄いね。ちょっと少しかけっかな。ちょっと醤油少しかけます。ちょっと味が薄いんで、どれ、これでよし、混ぜ混ぜして、じゃあ食べますかね。じゃあちょっとかけて食ってみるよ。いただきます。これだったら食べられる。ちょっと初めてのね、こちらのね、南高梅のニンニクっていうのを食べてみましょう。本当はこれお酒のおつまみとかそういうのなんじゃないかなと思う。ちょっと食べてみようか。これね、いただきます。もうニンニク強い。ニンニクの方が、このニンニクね、あれと一緒味。よく梅しそみたいなあれじゃん、梅しそとかさ、味噌カツオニンニクとか売ってるじゃん、漬物的な。まるっきり一緒、そのニンニクは。梅味すんかな。なんかこれ梅味なんかな。何個目のちょっとタレを多めにつけて。
南高梅感は消えちゃったよね。このニンニクのが強すぎるね。じゃあ、ニンニクと鶏をね、一緒に食べてみようかね。こんな感じにさ、いただきます。やっぱこっちの強いね、味はね、ニンニクのね。うん。美味しいです。だけどこれ混ぜた方がいい。美味しいかもしんないな。もっとすいません。ちょっと、いっちゃいましょうかね。南高梅ニンニク、とろろご飯、丼ね、にしてさ、こうやって。朝からニンニクだもんね。すごいね。よいしょ。ね、このようにね、入れちゃってさ。この梅ももったいないね。こう、ドーンとね。梅がもったいない。俺梅好きだからな、こういうの。梅のね、ジュースとかも好きだしね。梅は好きなんでね。こんな、ね、綺麗にね。はい、このようにね、ご飯の上に味付けとろろろ、その上に南高梅ニンニクを乗せました。朝からね、ヘルシーな的なんですけども、結構ね、パワーつきそうな感じもあるよね、逆にね。まあ、健康食は健康食だよね。よいしょ。はい。じゃあ、食ってみますね。よいしょ。取りづらいな。スプーンの方がいいかもしれないけどね。うん。おいしいね。うん。今日どうしようかね。なあなあ、体が勝手にいっちゃいそうな気がするんだよな。怖いな。うん、まあ本当はね、菊井さんもね、うん、仕事休みなんだけどさ、あのコンビニとか行こうかなと思ったんだけど、ちょっと昨日のこういうね、買ってきたもんがあるんでね、別にまだいいかなと思いました。まあ、祝日休みでもね、みんなね、やっぱり買いに来る人いるからね、コンビニね、その値引き狙いにね。うん、やっぱとろろだけじゃ足んないね。なんかプラスアルファにね、とろろとプラスアルファになんかおかず乗せないとね、やっぱり、うん、自分はね、こっちの方が美味しいの。うん、ああ、おかげさまでね、うん、自分のね、登録者人数200人を超えました。ありがとうございます。まあね、とりあえず何かはやりたいなと思ってんだよね。登録者200人達成したんでね。久しぶりにあの、ソロキャンプとか飯、ソロキャンプ飯。あれはカブキャンとかさ。まあ、とりあえず、あの、水タンク小さいやつは、車内には積んでんですけど、まあ、ずーっと、水入れたままそのまま外にのざらし庭にしてたんで、うん、一回、開けて水道でなんつうのあのなんつうのかなジョイ的なものうん洗うやつあれで中洗って洋洗ってうちを乾かした状態なんですけどあれはもうあの水タンクは飲み水用にしなくてただね食器洗いとかその洗い用の水のタンクにしようと思ってますね今積んであるのはねうんうん。うん、朝はこれでいいな。美味しい。うん。はい。完食しました。ごちそうさまでした。うん。それじゃあね、食べ終えたね、とこなんでね、こちらね、栄養ドリンクを飲んで、ね、今日のね、一日行動したいと思ってますね。じゃあ飲んじゃうねはい飲みも終わりました今現在の時間はこちらになります6時10分になりましたねちょっとねいつもより遅いですけどさ自分あーって買いにちょっと行ってこうかなとは思ってます
まあもう出ないと思います。この時間になるともうね、もうね、祝日でもお仕事の人とかいるんでね、もう早朝買いに行ってる人がいると思うんですけどね。とりあえず行ってみますかね。今日はダブルとして、ね、今朝の朝食も今食べ終えたし、その後ちょっと毎朝のルーティンみたいな感じ的に行きますか。ダブル的に今日は撮影長く。まあとりあえず今回はね、まあ、いつも通りなんですけどね。まあ、登録者人数200人達成として、一応ね。まあ、ね、その動画としての、今日のね、今からやろうかなと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、本番のね、その登録者200人達成の本番の方の動画は、ちょっと考えてみますね。今日はね、まあ、番外という感じにしとくかな、このね。いつもの毎朝のルーティンと今朝の朝食って2つ合わさってるような状態ですからね。よし、まずね、今朝の朝食はこちらで終了したいと思いますね。ごちそうさまでした。はい、ね、今表へ出ました。もうね、6時20分ぐらいなんでね、太陽の光、東の空、ね、もう明るく出てますね。空もね、いい天気ですね。青空。風もなし。おはようございます。メンです。こっちはね、自分の車ね。ああ、フロントガラスちょっと凍ってるね。ちょっとまだね、朝寒かったからね。タイヤもそろそろ交換かな。あったかくなってくるけど、まだ寒いからまだいいか。4月ぐらい考えかな、タイヤ交換。まあ、今まで履いてたのね、前の車に、13インチあるんでね、そちらも履けるっていうんでね、そちらに変えようかなと思いますね。13インチもね、あっちもね、冬タイヤなんだよね。だけどあれは、あれかな。もう、そのまま履き潰しで履こうと思う。こっちの方がもったいないんで、こっちは冬用にしたいと思うんでね。上のウィングもね、このようにね、3つついてる。1、2、3。前真ん中だけだったんだけど、両端もつくようにした。花も綺麗に咲いてるね。ね。どうしようかなと思ってんだよね。この裏の方の横もさ、カーテンじゃなくてさ、リアのガラスの方に貼った？100均ショップ、あそこは D の方の？そこでさ、フィルムが売ってるんだよね。このようにね。まあ、白いね。まあ、ちょっとエンジンかけるか。隣にはね、今まで乗ってたね、カブちゃんがね、ここにね、ずーっといます。まあ、たまにはね、バッテリー上がっちゃうんでね、1週間に1回か2週間に1回にはね、ちょい乗りして、やってますね。桜のまだ咲いてないんじゃないかな。あっちなんです。まだね、桜の木なんだけど、桜の木は、まだね、早いよ。4月になってないじゃん。ああ、いくらか、つぼみみたいのはなってるけど、まだ咲いてないね。そりゃそうだよな。で、うちの隣の川。ああ、水流れてないね。田植えの時期とかになると、こう水流れんだよね。し、じゃあ、暖気しようか。よいしょ。ああ、寒いな、まだ。じゃあ、入るよ。今現在の走行距離は11万8195キロですね。じゃあ、エンジンかけるか。今日もお世話になります、ミラバンちゃん。で、ちゃんとね、ほら、自分の車は3ペダルだからね。ね。こちらにちゃんとね、マニュアルだからね、ちゃんと、火を回して、クラッチ踏んで、火を回す。はい。
暖気します。ちょっとねまだフロントガラスがね真っ白なんでね、ヒーターでね、エアコンヒーターでねちょっとね温めてます。ああ今日はこれ貼ろうかな、自分の手作りのマグネットステッカー作ったんですよ、自分のねこんな感じで面白く。もともとねこれ100均で売ってるねドライブレコーダーのマグネットのやつなんだけど、それにね自分の大好きなねこちらのラーメンのねあのコンビニ L で売ってたあのレンジでチンするラーメンの方のそれのラベルをハサミで切って裏に両面テープつけて、このマグネットのところに貼りました。この周りの文字はラベルのやつあるじゃないですか、文字とか打てるやつ、それ自分持ってるんですけど、それで自分で作って切って貼りましたね。こんな感じにね、この車は MT 車ね、煽るな近寄るなね、 MT 車といえば坂道発進注意してねってね、こんな感じで作りました。これ裏に貼ろうと思いますね今日もね。さあねフロントガラスの方がね、ね凍ってるのが溶けたんでねヒーター止めました。それじゃねちょっとねいつもより30分ぐらい遅いんですけれども、コンビニの方でも行ってみますかね。出発しましょう。6時半ですちょうど。太陽眩しい、しかも空が綺麗。それとも行っちゃうかな今日ねえ、行っちゃうかなそっちも考えてるよね。それの方がいいかね、もしかすると登録者ね200人達成として行っちゃうかね いい天気だもんだって今日。ほら青空すごいよ、太陽系だし、減ってるぐらいかな。いけるね、いけるとなればね、どうしようかね。
やっぱこの時間になるといつものコンビニエルス、車いる、無理だろうこんなにいるんじゃね。ほらいつものコンビニエルスこんなにいるよね。ちょっと行ってくるね。はい、買ってきました、食べ物はね、もうね、先ほどの今朝の朝食でね、軟膏梅ニンニクとろろ丼として自分で作ってね、それ混ぜてね、食べましたね。だから飲み物ありました、カフェオレね、半額2つこのね、カフェオレ半額ね、塩水状の紙パックのやつ、これを2つ買ってきました。あとねちょっと口元がね、まああのニンニクはね匂わないタイプって書いてますけど、ちょっと気になったんでこちらの半額、ミンティアのいちごヨーグルト半額、これを一つ買ってきました。とりあえず、毎朝のルーティン&今朝の朝食はまずここで一旦終了したいと思います。まあちょっとね、その後はねまた動画ね、やるようであればね、まあ1部2部3部4部5部と分けてそういう風な感じで、やっていく感じになります。まあちょっと考えてます、今日いい天気なんでね。まあとりあえずまずこれは、毎朝のルーティン&今朝の朝食として撮影終了いたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひ終わったらご登録よろしくお願いします。それじゃあまたねー。